まだいるね。どんだけ温泉が好きなんだよ。大島家のコロッケを再現するためにはあのキャンサーを倒さなければいけないわ。どういうことです？うちのコロッケ、温泉のお湯を混ぜてたの？おしゃべりはそこまでみてえだ。キャンサー、こっちに気づいたぞ。私たち姉妹が揃えば、あんなキャンサーは敵じゃありません。当たり前さ。それでも油断は禁物よ。いくよー。一戦死んでみる。どうや、やっ。ありがたく頂戴しますが、フェスはやるしかなさそうね。やれやれ、フェスは。おおきに行くわ。どうや、目障りですわ。6人揃えばこんなものです。あたいは寝ててもよかったな。それでいちこ姉さん、この温泉をどうするの？ちょっと待ってね、確認するから。うわ、いちこ姉が温泉なんだ。この味は塩化物泉、それも塩化物共塩温泉ね。どういうことだ？この辺りの温泉には塩分が含まれているの。それも海水よりも濃い濃度の。どれどれ？あ、本当だ、しょっぱい。この温泉をろ過した後に煮詰めて塩を取り出します。その塩こそが大島家コロッケの隠し味よ。なるほど、山塩というやつですね。普通の塩と違ってコクや風味が深いと聞きます。そりゃカフェテリアの厨房じゃ再現できないや。ここで作っていくのかい？お湯を持って帰るのは大変だし、可能な限りここでお塩にしていきましょう。温泉のお塩以外のレシピって何だったの？あとは全部じゃがいもさ。コロッケの衣は薄く切ったじゃがいもを揚げて砕いたものよ。ポテチだ。おお、あたいの記憶は間違ってなかったみてえだな。大島家コロッケのじゃがいもの本気度がすごいです。もちろんお肉なんて入ってない。だよね。チラシを作りますか？うん、お願い。
壮麗かつ美麗で息を呑むようなチラシを作りましょう。作ってきました。ありがとう。イスズ姉がいるからもうマリのところに行かなくてもいいよね。やったー。おやか、なんこうするのか。うん、姉、ね、じゃあこれでお願い。ああもっと帰ったぞ。ありがとう。まだ何か、うん、じゃあこれでお願い。ああ任すときな。行く、もう帰っ、ありがとう。まだ何か加工するのか。うん、お願い。やっぱまあそう必要。物々交換の交渉行ってこよう。なりね。お任せ。出張をし、リップクリームって残念。そうか。出張をボール手に持ってるよ。お、毎度あり。出張大島や傷薬は入荷でき、残念。そうですか。たった今。ありがとう。私は何、いちこ姉にはコロッケ以外にも、じゃあこれでよろしく。任せて。
ただいま。こんな感じで。バッチ。それでは、うん。さあ、今日は、おー、うって。あっと驚く目玉商品も揃ってるよ。ほら、これとか仕入れたてだよ。ゴロゴロする、それがあたいの使命。厳選したストッキングの代わりをいただきたいです。部下に見せなくちゃ。定番担当なんだからちゃんとしろよな。姉を敬え、サブリを認めろ。陳列されたきらびやかな商品たち、これが大島屋です。さあ見ていってください。あまり無理はしないでね。コーラもプリーズ。大島屋はみんなの手の届くところにあるよ。ほら、これとか仕入れたてだよ。欲しいものがあったら何でも言ってね。そろそろ時間だね。やりきれたか？うん、手応えバッチリだよ。やったね。ずっとありがとね。おー、気にすんな。
やれることはやりました。どんな結果でも楽しかったよ。最後までうまいコーラが飲みてえな。私らが加わったんだから安心しなって。さあムーは教えて。うん、売上発表。目標達成だ。やりましたね。ボーナスコーラ、カモン。まさか、1回の売り上げで達成できるなんてな。これで、お父さんが注文したっていう何かを作ってもらえるね。何を残してくれたのか、楽しみですね。もう、どうした？お父さんの注文の品も楽しみだけど、私、みんな揃ってお店をやれたことがすごく嬉しくて、なんか胸がいっぱいで。バカだな、泣くなよ。そうよムーは、あなたの夢の第一歩だから、笑いましょ。うん、うん、みんな本当に